では1,2,3,4,5、5番目の駅の名前、恵比寿ですね。恵比寿、恵比寿で表してもいいようですね。恵比寿、これは恵比寿大黒天様のこう持ってる、何これは、釣竿を持っている、でなんかこれ両手を使って逆に表してるんで、なんかはぐらかすっていう手話に似てるかなと思うんだけどね。これはぐらかすっていうのがあるんですけどね、まあ意味としてはそうではなくって、釣りをしているそうです。釣り糸を持って、釣り竿を持った、これで恵比寿、この辺でやってるのかな、恵比寿、これこの、まあこんな感じで恵比寿、はい、他の表し方があったら教えてください。またねー。